視聴者の方々の意見や感想を番組作りに生かす KYT の番組審議会が開かれました。今回の議題は4月20日に放送した KYT テンテレ博第2部です。委員の皆さんからはゲストやアナウンサーも楽しそうな様子で活気にあふれていた、愛を伝えようのコーナーはデジタル全盛の社会で会って感謝を伝えることが大事だと感じさせてくれるいい企画だった。場面緘黙症という病をバラエティの中で周知できたことに意義があったといった感想が出されました。また番組一部で紹介した内容が二部ではなかったので、それぞれの番組だけを見て理解できる丁寧さが欲しいといった意見も出されました。